国道158号起点福井県福井市、西方交差点国道158号終点長野県、松本市奈義最長目交差点付近国道158号は、福井県福井市から岐阜県高山市を経由して、長野県松本市に至る一般国道である。安房陶区間岐阜県高山市奥飛騨温泉号、平湯国道158号は、 岐阜県北部の山間部を東西に横断して敷設され、油坂峠と神経大岡峠、安房峠といった、急峻な峠を通過する。旧道はこれらの峠を越える境外な道路であるが、それぞれに峠を短絡するトンネルが建設され、振動が開通している。岐阜県と長野県の間にある安房峠の旧道は、おおむね11月中旬から、翌年春季まで冬季通行止めとなるが、 安保トンネルの開通により、年間を通して通行できるようになった。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、中部縦貫自動車道に、道路法に基づく二級国道として、初回指定された路線の一つである。国道指定当初は、福井県大野郡大野町から、岐阜県郡城郡白鳥町まで二級国道157号。 金沢岐阜線と徴用区間として指定されていたが、1975年に国道157号の経路が変更され、大野市で交差する路線になった。安房峠と安房峠道寺との分岐国道158号、平湯 IC 口交差点岐阜県、高山市奥平温泉号平湯長野県松本市、安住では安佐川の谷沿いを走り、 ダム建設時の道路がそのまま国道となっているため、大型観光バスのすれ違いが困難な、京商トンネルやトンネル入り口での急カーブがある。1965年には、バスがすれ違いに失敗して、あずさ川へ転落、二人、死亡、26人が負傷するといった事故が起きている。1991年7月に、あずみ村で大規模な崩落が発生し国道が、 通行止めになったが、事前から調考があり、林道を迂回したり、安ず川の川床に仮設道路を作って、応急措置とし、1993年に三本松トンネルが開通した。2005年7月1日に、松本市安住の沢渡りにおいて道路が崩落したが、同年7月28日午前10時に仮道が開通し、さらに2008年4月20日には崩落現場を、 迂回する全長約290メートルの薄行き橋バイパスが開通した。また、松本市の道路整備5カ年計画で北告先の事業着手を決定した。2011年11月25日に国道158号改良を促進する沿線住民の会が国道158号改良促進総決起大会を開催した。会には、安住、長 ナミカ、アズサ川といった地区の町会連合会などが協賛した。2014年に長尾渡るダムの下流で長さ2200メートルの新トンネルを掘削する長尾渡る改良工事の準備が開始された。完成は2022年度末頃の予定。安房峠道路の工事では1995年2月に水蒸気爆発を起こす事故が発生し、4名の犠牲者が出た。 国道156号との重複岐阜県郡上市、白鳥町トンネル、編集道の駅、編集2005年度平日24時間交通量、国道41号との交差岐阜県高山、市場岡本町中部縦貫自動車道については、当該記事を参照。交差する道路福井県福井市福井県大野市岐阜県、郡上市岐阜県高山市長野県松本市、 小鳥峠劇阜県高山市清美町、ありがとうございます。